はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第19弾をやっていきます。で、今回この10個の単語をやっていきますので、この状態でテストをしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。で、ちょっとね、今日いつもと撮影状況ちょっと違う状況でやってるので、画面が少し暗いんですけど、申し訳ないんですがお許しください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番、発音がパークです。パークで、まあこれね、日本語でなんとかパークって言い方もね、するときもありますけど、これで公園です。パークで公園という意味になります。で、次がこれね、まあ歌詞とか日本語で使うときにオンリーって言い方をするんだよね。まあ日本語だとオンリーになっちゃうんですが、正しい発音はオンリーです。オウが入る感じ、オンリーとなります。で、これでただ一つの、これただ一人のも OK ね。とか、ただほにゃららだけ。まあ似てますけどね。こういった意味で使います。だから、この後に you がついて、only you みたいな風になると、あなただけだよみたいな。ね、そんな感じになります。で、次はもうよく見る単語、we です。we。で、まあこれはキーワードで覚えてください。私たちです。まずキーワードで覚える。で、we は主語になる部分なので、私たちはになります。で、これは別の動画で撮ったりとか、みんな学校でね、一緒にセットで覚えさせられることが多いと思うんですが、we は、ちょっと待ってね。we, our, us, ours と。まあ、主語のね、こう4つ変化を全部ね、まとめて覚えさせられますけど、これもセットで覚えてください。We, our, us, ours。私たちは、私たちの、で、私たちに鬼ががつきます。私たちをとか、私たちにとか、私たちがとかね。で、私たちのものみたいな。まあ、これはね、ちょっと詳しくやらないですけど、こういったのセットで覚えちゃいましょう。で、次が famous です。famous。で、famous は、これで有名なとなります。有名な。で、次なんですけど、これ最初 PO なのでポって行きたくなるんですが、発音パになります。popular となります。popular。で、まあ、アクセントここですね。最初に来る感じ。で、これちょっとね、意味が似てるんですけど、こっちは人気のある。popular がね、人気のあるという意味になります。結構ね、こうちょっと混ざりやすかったりするので、今回並べたんですけど、まあ分けてね、しっかり覚えてください。で、6、7は似てますね。まず6の方から。これが interesting と言います。interesting。まあ最初にアクセントを言いますね。interesting。で、これが2つ意味書きます。ひとまずね、こっちで覚えちゃっても大丈夫です。覚えやすいんでね、面白いっていう。で、もう1個が、余裕があればね、こっちも覚えてほしいんですけど、興味深い。ね、面白いとか、興味深いとか、いう意味になると。で、これですね、先ちょっと7番やります。で、その後まとめてちょっと説明したいことがあるんですけど、7番が interested と言います。interested。で、これも上が興味っての使いましたけど、こっちも、興味ってのが出てきて、まあ意味としては興味のあるっていう意味になります。で、今回、まあ似てますよね。interesting も interested も。で、どこが取りたいかっていうと、ここです。t まで。こっちもそうだね。ここまで共通でしょ。この、あ、ちなみに inter、この sting も sted も、ここの e をすごい忘れやすいんで気をつけてください。ここすごく忘れる。まあ自分の生徒の傾向ですけど、あ、ごめん。右側めっちゃ綺麗でしたね、ここ。ちょっと書き直そうか。ごめんよ。いつものね、撮影の幅とちょっと別にしてしまったので間違えてしまった。ちょっと詰めますね。面白い。これ入ってる。あ、これ OK だね。しかもよりによってね、画数の多い漢字をミスってしまったので、ちょっと待って、ね。interesting が興味深い。で、interested が興味のあると。OK かな ?OK。で、話戻して、まあ、interest っ
ってがあるんですよ。この単語があって、これが名詞の意味で興味って言います。で、前の動画でもやりましたけど、こう似てるもの、こう派生してるものがたくさん出てきます。だから今回は interesting、まあ、interested と2つやりましたけど、ぜひ interest、 これも覚えちゃってください。興味って言います。で、interesting、 こっちの方がよく出てくるイメージがあるんですけど、この interested、 7番の方、これは単独で出てくるってよりも熟語で出てきやすくて、 B、 これ B 動詞ね、あの主語によって変えてください、形を。 Be interested in ほにゃらら、 Be interested in ほにゃらら、 ほにゃららについて興味のある、興味があるっていう熟語になります。これよく出てくるので、これぜひね覚えてください、この熟語で。次行きましょう。日本語で言うとバケーションです。まあバケーションの方が聞きやすいですね。ただ発音は最初ベイになります。ベイケーションと言います。ベイケーション。で、ここにアクセントが来ますね。ベイケーション。で、まあ日本語のバケーションっていうのと、まあイメージでつきやすいんですが、これ休日です。で、よく使われるのは、まあここに例えば、ここね。サマー、夏ですね。がくっついて、サマーベイケーションって言うと、夏休みみたいな。ウィンターベイケーションって言えば、冬休みみたいな使い方をすることが多いです。で、次も、日本語で言うと、ジョブって言いたくなるんですよね。O だし。ただ、発音はジャですね。ジャブとなります。ジャブ。で、これで、仕事です。ジャブで仕事。最後、発音ちょっとね、ややこしいんでね、ちょっと気をつけてほしいんですが、これで、フォーリンと言います。フォーリン。この辺の発音はだいぶね、読まないんですけど、フォーリン。で、これで、外国のって意味になります。フォーリンで、外国の。で、ちょっと下入らないで上につけますけど、これに、ER がくっつく。くっつけるね、こうやって。これで、フォーリナー。と言って、これで外国人って意味になります。これもよく出てくる。だからまずどっちから言っても構わないんですけど、 foreign を覚えてもらって、外国のって、で er がくっつくと、その人を表すことになりやすいんだよね。例えば、どこにしよっかな、ちょっとここ使っていいですか。前どっかでやりましたけど、 play するですよね。で、これに er がくっつくと player、 する人だから選手みたいな風になるんですけど、これも同じです。Foreign、 外国のに ER、 人を表すので、だから外国人となります。これもね、ぜひセットで覚えてください。ではちょっとね、この辺がはみ出ちゃったりとかね、画面ちょっと暗かったりとか、いろいろね申し訳なかったんですが、今回もねお付き合いいただきありがとうございました。で、ちょっとね消しながら、ちょっと待って、どこ消すか間違えるとあれだから、あれだけど、よいしょ。で、次回の第20弾もまたね、いろんなとこから抜粋して単語ね20個やっていきます。で、今コメント欄とか特にメールでね、結構リクエストをいただいてて、やっぱりこう、12月までの、まあ月ですよね、とか曜日とか、あと数字とかのねリクエストをすごくいただいております。で、どういう形にしようかちょっと迷っていて、まだね撮ってはいないんですけど、まあ近いうちにこうね、取ろうかとは思っておりますので、まあ、数字もどこまで取るんだって話なんですけど、まあ、もしよかったらね、その辺もちょっと気にしておいてもらえたらなと思います。ごめんね。では、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回、またね、第20弾取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。